免疫でございます。皆さんいかがお過ごしでございましょうか。暑いですね、本当に。もうね、この時期になると暑いとしか言えない。そして雨が降りすぎみたいな。まあ、前回私あれですね、あの幻の時に言いましたけど、私が掃除をするから雨が降るんだと。掃除をやめたら雨がやむのかなって思ったりして、今日なんか私ちょっとね忙しかったんで、娘にあのクイックルワイパーでちょっとやっといてって言って、あのフローリングやっといてって出てきたから、雨降ってないんですよ。困ったな、やっぱり私が雨を降らしているのだろうか、私が掃除をすると雨が降るのだろうか。まあ、ちょっとねめっちゃ晴れた日にね、めちゃくちゃ掃除してみようと思ってます。あの玄関のね床まで降ってますからね。どうしたの、あの玄関の床拭くとね、お金儲かるらしいですよ。この間玄関も綺麗に拭いたし、ちょっとこれからお金儲かんじゃない私たちみたいな感じですけど、どうでもいいんですが、はい。まあね、風水によれば綺麗にしてて悪いことはないので、その玄関からいい気が入るのを止めないように、あの玄関は綺麗にして、お花の跡飾ったりして、玄関からまあリビングに入る廊下も綺麗に拭いてですね、毎日にやってるんですけども、それが玄関本当に毎日雨降るよね。悪いことしたな、高校球児の皆さんに。まあいいんですけど、はい。じゃあ今回すいません、全然また脱線、いつも脱線するんですけど、まあとりあえずちょっと戻しましょう。あの今回まあレバント高島市のライブからいろいろやっております。でちょっと静かめの曲からねやっておりますね。なぜかというとエレキの弦が切れたからなんですけどね、はい。今度は面影っていう曲を、古いね、Tハンターのね、ちゃうG メン75の曲じゃないですよ。チャララタラララ、あの面影に、私らの年代しか知らないよ、この面影。ゼレジマシ、エレファントカシマシの面影でございます。これもね、いい歌でね、ほんとちょっとあの匂いがする、この曲は。まあ、プロデューサーさんの趣味かもしれないですけど、ビートルズのちょっと匂いがしますね。まあ、ビートルズのどこに匂いがするんだいみたいな。ビートルズも全てのロックのダンスなので、もうはっきり言って何だろう、みんなビートルズに影響を受けてない人いない。セックスピストルズじゃないわね、ローリングストーンズに影響を受けてない、ロッカーの人があまりいないわけでしてね、はい。私なんか全然カーペンターズから洋楽に入りましたから、クイーンは好きで聴いてましたけどね。もうだから割と中高時代は洋楽ばっかり聴いてて、ホーロックなんてクソよべって言ってたんですけどね。ところがどっこれエレカシにハマってからもずっともうホーロックばっかり聴いてるというね。まあ、椎名林檎ちゃんもデビューしたんでね、もうホーロックの底上げになりましたよね。もうなんていうか、もう今もうあれですよ、この間フジロックがね配信されたんだけど、誰が誰だか分かんねえの。歌ってる人が誰だか分からないっていうのが悲しい。あ、この人前な、誰だろう、どのバンドなんか、もうちょっとね、ここにね出しといてほしい、画面のあそこに。今岡本図がやってますとかね、今バウンディさんだけ見たんです。バウンディさんは分かったんですよ、この間のバズリズムで勉強しないとついていけない、もう本当に。フジロックなんかも今回外人さんが読めないんで、日本のミュージシャンの方ばっかり出てるんです。ソウルフライに出してほしかったな、もう絶対見たんですけど、かじりついて見たんですけど、もうすごいですね、それを配信でやろうって。 YouTube で配信しますから、フジロックもぜひ見てくださいって感じですね。どうしてやるかしら、じゃあ、おもかげをね、やってみたいと思います。今までかな？じゃあ、行きます。
け犬にさえもなれない今の俺、あなたの愛はもう届きはしないのか、求める気持ちを手繰り寄せてる、ただの しみじみとしたいい曲がもうほんと多くて、まあインスタグラムのお知り合いの男性の方いてるんですけど、その方がね大好きやって言ってて、あ男の人でも好きって言ってくれるの、それ特にライフの中で、ライフっていう、ね、アルバムの中でも、あなたの優しさは俺はないんだとよっていうすごいいい曲がある、よくファンのために歌ってくださるんですけどね、宮本浩次さんのライブとかで、もう本当に何ていうの、全部もう素敵な曲ばかりっていうか、まあ文字も素敵な曲ばかりですよ。東京の空はね本当にヒリヒリした、なんて言うんだろう、もう大の音とした感じと、もう何年のスリッ、なんて言ったらいいかな、もうすごいこう研ぎ澄まされた感のある音を出しました東京の空 で多重録音も対応して、ライブでは優しく優しくも本当になんか寝てたらこうね毛布かけてくるみたいな、ね、そんな感じの優しさになるような感じにしたと思います。やっぱりプロデューサーが違うとね今日大きく変わるんだなみたいな感じで、まあ、アルバムごとにね、配信はねアルバムじゃなくて1曲だけ聴いちゃうでしょ。なんか前に関ジャムで言ってたんで、ぜひアルバムで聴いてほしいって言って、アルバムっていうのはこう起承転結作ってみんな作ってらっしゃるもんで、はい、というわけで今回もライフのアルバムからはおむかげっていう素敵な曲をやってみましたと思います。はい、ちょっともうねライトもなくて顔も汚くてもいいんだけど、もともと顔汚いから仕方ないんだよもう、はい、諦めております。というわけでそれではですね、最後までご視聴ありがとうございました。そしてですね、またこれですね、気が向いたら登録ポチポチしていただけたら非常に嬉しいのと、まあとにかく見ていただけることが非常に嬉しいんで、ぜひまあちょろっとでもいいから見に来てください。そうですね、それじゃあまたそういうことで、また次の曲も一生懸命チャレンジしていきたいなと思っても、すでに撮ってきた曲もいっぱいあるんで、また聴きに来てくださいっていうか見に来てくださいね。それでは目岸でございました。また次の曲でお会いいたしましょう。ピッポピッポ、それじゃまたね、バイ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 。